みなさんこんにちは。キラキラキラってしのぶです。ゆっちゃんです。ママです。とね、サンタさんにもらったプレゼント、ゆっちゃん今日着てます。メッツ夕日猫にゃーにゃー。今日は映画煙突町のプペルを見てきました。あらすじをざっと説明したいと思います。はい。煙で空が見えなくなった街で星を見ることを夢見る少年ルビッチの元へハロウィンの夜やってきたゴミ人間プペルとの友情の物語。二人は互いに生まれて初めての友達。ルビッチはプペルにだけ自分の夢を打ち明けた。それは大好きだった父が教えてくれたこの煙の向こうの空に浮かぶ星を見たいというものだった。星を信じないこの町の人たちに父の話は本当だったことを証明したいルビッチの願いは叶うのかというお話になっています。はい。映画どうでしたか？すごく感動した。そう、すごく感動しました。この話はまずお母さんとお父さんとルビッチの3人の家族の家族愛が主軸に描かれていて、そこにゴミ人間のプペルというお友達が出てきて、それで街にもお友達がね、他にもいてね、その子たちとの友情だったりが主軸で描かれているんですが、この作品のすごいところは、なんと物語に出てくる腐るお金っていうものがあって、そのお金は実際にね、ドイツの経済学者シルビオ・ゲゼルが唱えた自由貨幣に基づいているんですね。で、肉や野菜などは時間が経つと腐っていって価値が下がります。そこでお金は腐らないので溜め込んで経済が停滞してしまうということが あるので、世界恐慌の時に腐るお金というものを導入して、ある期間が過ぎるとそのお金の価値が下がってしまうので、そこにお金を払ってスタンプをしてもらいます。そしてそうしないと使えないというお金を出回して、そういうお金を作って経済活動を活発に、みんな価値が下がる前に使ってしまうっていう感じで、経済活動を活発にすることによってそこで税収を増やしたり、そういうふうに世界恐慌を打破したそういう実際のお金が元となっていまして、そういう経済だったりお金っていうことをちっちゃいうちからその勉強のきっかけになるような作品になっているところがとっても私はびっくりしました。やっぱ小さい子って何度も繰り返し映画見たりするので、その中でこうやってお金の勉強に触れることができるっていうのは上層教育というか、とってもいいことだなって思いました。この作品は絵本が原作になっているんですが、またそこもすごくって、原作者西野昭弘さんは絵本を作った時から映画を作ることをゴールに設定しながら絵本を作った。なので絵本の結末が映画になるように設定されていまして、そのため本は映画の宣伝だったそうなんですよね。だけどその絵本自体も絵がとっても美しくて細かく描かれていてすごく話題になりました。そしてその本が大ヒットします。その大ヒットした本を後に無料で見れる状態に公開しました。そのことによってたくさんの人がこの作品に触れることができて、この映画はさらに見たいと思う人が増えたっていう、こういう仕組みを最初の絵本作る時から構想にあったそうなんですね。そこがこの完璧なシナリオ、ここに私は圧巻です。何よりもこの作品は今年私が見た映画の中で一番ストーリーが感動しました。ラスト30分ぐらいはもうずっと感動の嵐のような感じで、もうこの1年間鬼滅の刃とか、ドラえもんだったりとか感動作品何個か見てるんですが、2分の1の魔法とかも感動するんだけど、もう何よりも一番今回このプペルとってでも泣けます。感動しました。ぜひみんなも見てほしい作品の一つです。はい、じゃあゆっちゃんお待ちかねの煙突の町のプペルクイズ。プペルクイズ、イエーイ。第1問、ゴミ人間プペルの右足は何でできていたでしょう。
右足ってことはこう向かって左側の足だよね。大きい。正解。第2問、物語に出てくるスコップというキャラクター、そのスコップはみんなから何と呼ばれていたでしょう。スコップ、ほにゃららスコップ。おびしゃべりスコップ。正解。第3問、ルビッチのお父さんの仕事は何ですか。休みの日に、いや休みの日じゃなくて仕事。あ、仕事か。うん、ケールみたいにミシンでなんかお洋服を作る仕事。はい、仕立て屋さんでした。仕立て屋さん。はい、第4問、ルビッチの苦手なものは。ルビッチ、高いとこ。正解。第5問、トロッコで降下中出てきた動物2種類いました。何と何。猫と、うん、コウモリ。正解。第6問、ダンさんの苦手なものは。お化け。正解。お化けが嫌いだ。第7問、アントニオの服の色は。アントニオって、お友達3人の中で一番体が大きいアントニオ。プペルのこと殴った人。ピンク。正解。第8問、これ難しいよ。スコップとお父さんが出会った酒場の名前は。そうだね、多分ゆっちゃんは英語だから読めなかったと思う。正解はキャンディーでした。キャンディー。キャンディー。キャンディー。舐める方のキャンディー。キャンディー。第9問。プペルの名前は何から取ったでしょう。お父さんの髪芝居。はい。おけぐれて。髪芝居。はい、正解。第10問。腐るお金の名前は。腐るお金の名前も言ってたよね。腐るお金なんとか。腐るお金 L でした。はい、とっても楽しい映画になっているので、ぜひ皆さんも劇場へ足をお運びください。そしてこのシノブの服を着てみてね。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。